脊髄の全角は、脊髄の開発質のうち、前方の部分、全柱と呼ぶこともある。全角には筋を支配する運動ニューロンの神経細胞体が存在する。ほとんどのニューロンは、Aα 運動ニューロンだが、一部 Aγ マ運動ニューロンもある。一方後方にある広角は、触覚・通覚などの感覚情報が入力する。 脊髄全角における運動ニューロンの位置全角は、広角に比べて広く、円形、またはひし形をしている。頸髄と腰髄では発達しており、胸髄では細めである。全角の後方部を、基部、前方部を頭部という。ただしこれは位置の違いであり、組織学的に基部と頭部での異は認められない。脊髄表面と全角の間には、白質と呼ばれる。 神経繊維の集合体があり、全核細胞から出た運動ニューロンの軸索は、この中を横切って、脊髄の外に出る。胸髄では、全核の五足方に、外側に向いた三角形状の開白質の突起がある。これは、側角と呼ばれ、ここに、交換神経節前繊維の神経細胞体の集合である、中間外側角がある。全核における、 運動神経細胞体の分布については、レクセドの層を参照。筋縮性側作効果症、脊髄性筋縮症、シャルコーマリートゥース病といった、いわゆる全核細胞病で編成するのはこの部分にある細胞である。旧脊髄性筋縮症でも同様である。ありがとうございます。